はい、ガジャマルです。やっと風邪も治って、今回もお得なスマホを紹介していきます。 Y モバイルのオンラインストアで Pixel 8が投げ売りされています。他社からの乗り換えで値段はなんと一括 29,800円です。これはかなりお得だと思います。 Pixel 8といえば UQ モバイルが 37,000 円で投げ売りしていました。契約時にセット割に加入すれば5000円から1万円のキャッシュバックがもらえるところもあります。ガジェマルはヨドバシカメラで契約してセット割に加入して5500円分の当日家電値引きがありました。当日家電値引きはその場で家電製品を選ばないとダメなのでちょっと厳しいです。当日家電値引きがあったので Pixel 8の実質の値段は 31,500 円ということになります。そうなると UQ モバイルでは Pixel 8が 31,500 円、今回の Y モバイルの Pixel 8の投げ売りは 29,800 円となって1700円の差で Y モバイルが安いことになります。 UQ モバイルで1万円のキャッシュバックがあれば UQ モバイルの方が2800円安くなります。 UQ モバイルと Y モバイルどちらで購入するべきかといえば、それは割引が組めるかどうかだと思います。 UQ の場合は自宅セット割というのがあって au 光、ビッグローブ光、 jcom を使っているか、それか au 電気に加入していれば自宅セット割が組めます。割引が入るとトクトクプラン、ミニミニプランで月々1100円の割引があります。半年契約したら6000円の割引になるので1100円の割引はかなり大きいです。それから Y モバイルの方はおうち割光セットというのがあって、ソフトバンク光やソフトバンクエアに加入していると Y モバイルの料金がシンプル 2S なら1100円引き、シンプル 2M とシンプル 2L なら月々1650円引きとなります。この割引は絶対欲しいですよね。それでガジェマルはビッグローブ光を使っていて、実家はソフトバンクエアを使っているので au 系とソフトバンク系の割引を受けれるようにしています。住所が違っていても割引を受けることができます。いろいろと条件があるので契約時にしっかりと聞いてみてください。最後に動画を作る前に確認した時には、 Y モバイルの Pixel 8の在庫あったんですが、動画を投稿する前に最終確認したらグレーも黒も両方とも在庫切れとなっていました。さすがにオンラインストアで事務手数料なしの一括 29,800 円は安すぎます。在庫が復活する可能性もあるので、気になった方は Y モバイルのオンラインストアをチェックしてみてください。今週末の家電量販店でも同じようなキャンペーンが出るかもしれないので、在庫の復活待てないという方は家電量販店もチェックしてみてはいかがでしょうか。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC、ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。